言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパーズです。1個前でマーゼルがレコチョクとタマレコミュージックの方での新人賞を取ったっていう話をさせていただきました。でその時にちょっと話しましたが、 BE:FIRST の話も BE:FIRST の話もするというね、そういう形でございまして、で BE:FIRST に関するインタビューもねあるわけですよ。まあレコチョクの方でですけどもね、まあ、言ってみれば、レコチョクが発表した2023年年間ランキングから音楽シーンの今を解析するっていう記事があって、まあ、リンク前の動画にも貼ってありますが、今回もこれでも貼っておきますね。で、この中で、2023年の顔、そう書いてあるんですよ。2023年の顔は、YOASOBI と BE:FIRST って書いてあります。はい。っていうことでね、今 YOASOBI はね、アイドルが破格のヒットっていう風にも書いてあって、あと個人的に早々のフリーレンのアニメの勇者もなかなかのもんだと思っております。なかなかのもんだって何様だお前っていうね。うん。ただのファンでございます。ね。早々のフリーレンも面白いんで見てますけど。で、2023年の顔は YOASOBI と BE:FIRST っていうことで、まあ言ってみれば、誰の目にも明らかなことは2023年は YOASOBI アイドルが破格のヒットを記録した1年という、話とか、で、他にも、まあ、早々のフリーレンの話もしてますし、それから、ポケモンのインスパイアソングの、曲のことも言ってたりとか、とにかく出す曲、本当に売れまくっていてっていうところであって、で、香港の台湾のフェスの、あ、ヘッドライナーなんだ。あ、マジか。今知った。12月から1月にかけてなので、まあ、1月もまだあるけど、香港と台湾でフェスがあって、ヘッドライナーってことは大鳥ってことですよ。で、その出演も含む初のアジアツアーも開催されているっていうか、そのフェスでヘッドライナーを含めるやつもあってのアジアツアー、それも含めたアジアツアーっていうことで、すごいですね。いや、嬉しいじゃないですか。っていうことで、まあ、名実ともに J-POP を代表する存在となったと言えるだろうと書いてあって、で、その流れで BE:FIRST も2023年の顔というべき躍進を見せたっていうことで、まずね、嬉しいことにスマイルアゲインの話もね、ありました。4月にリリースされたサードシングルスマイルアゲインは上半期でも2部門で1位を獲得、年間ハイレゾアルバムランキング部門でも1位を獲得したとね。スマイルアゲインの時ね、私たちといいますかベスティ頑張りましたからね。うん、そうですね。で、さらに9月にリリースされたフォースシングルメインストリームはバンドルとしても購入され、レコチョク年間ランキング2023アルバムランキング部門で1位、シングルランキング部門でも3位となり、今年を代表する作品の一つとなっているということと、で、まあ、TikTok でもダンスチャレンジが広がってロングヒットに寄与していると。そう、ロングヒットに寄与しているっていう言葉を読んだ時に、すごく、あって思いました。安心しました。結構、だから私もビルボードオリコンを毎週見させていただいていて、その時にそのロングヒットっていうものに関して結構触れさせていただくこととか、言葉で言わせてもらうことが多くて、でもまあ、ちょっと前にコメントいただいた時に、30位とか40位とかその辺のヒットとか言うのおかしいですよって話もあって、まあおかしいですよって言い方はされなかったけど、でもそのロングヒットっていうのはトップ10とかっていうよりも本当にちょっと時代が昔と今違うので、うん、だから本当にこんだけたくさんの曲があって K-POP とかも多い中での、で、ビルボードとかのやつも含めてでの、もう本当に50位以内とかに入っているっていう部分でロングヒットと言えるだろうという考え方で話をしていて、でもこのレコチョクの方もね、ロングヒットに寄与しているっていう風にちゃんと言ってるので、これ見てね、安心しましたし、ちょっとメンタルの回復も起こりました。はい、まあもう回復ってのは変だけどね。うん。で、メインストリームのヒットからは、単に BE:FIRST の人気拡大だけではない意味合いを読み解くことができるって話で、で、要するにこれが今までの J-POP 路線の、J-POP におけるヒット路線とは異なる曲調で、さらにアニメやドラマ主題歌、CM ソングのタイアップになっていないっていうのがポイントだろうっていうことで、この辺のこともちゃんと言ってくれているのはね、非常に嬉しいですね。で、こうしたタイプの曲がダンスを吹くに大衆に広がっていくという現象には、J-POP におけるヒットの力学の新たな側面も感じるっていうことでね、ベタ褒めをしてくださっていて本当にありがたいです。はい、ということで、ね。ちなみに、レコチョク年間ランキング、アルバム部門で、メインストリーム、BE:FIRST メインストリームが、取っておりますということですね。うん。で、新人アーティスト部門はね、マーゼルが取っていたりとか、それからハイレゾアルバム部門ではスマイルアゲインが取っていて、だからアルバム部門とハイレゾアルバム部門で、それぞれメインストリームとスマイルアゲインが取っております。
で、アーティスト部門は YOASOBI、 シングル部門とアニメ部門が YOASOBI のアイドルで、新人アーティスト部門は先ほど言った通りマーゼルで、で、あの K-POP ワールドミュージック部門が BTS の Take Two で、洋楽部門がね、ボンジャミの It's My Life なんですよね。結構古い曲ではあるけど、あ、古い曲っていうかベストアルバムなのかな、もしかしたら。まあそんな感じで、で、ビデオ部門が、ビデオ部門が Travis Japan の Moving Pieces で、ハイライトシングル部門が YOASOBI アイドルで、ジャズクラシック部門はどうする家康メインテーマね、ございますね、っていうことです。うん、はい、ということなんですが、まあ本当にありがたいことです。この中でもね、メインストリームとあのスマイルアゲイン、そして新人アーティスト部門でマーゼルが入っていて、3つ BMSG ですから、良いですね、非常に。はい、で、マーゼルが新人アーティスト部門を取ったということはありますが、これ実は2021年に BE:FIRST が取ってるんですよね。で、その時のあのインタビューっていうのもやっぱり同じレコチョクさんであって、懐かしいですね。2021年12月10日の記事があって、たまたまスクロールしてたら見つけたんで、ギフテッドのあの画像があって、それでね書いてありますけど、うん、まあそれもありますよ。まあマーゼルのねインタビューもあって、それとまた比べてみると色々とエモいところもありますし、例えばミューズの方も BE:FIRST もこんな感じだったよっていうところで見るとね、うん、それもまあ、やっぱりいろいろと思うところありますよね。はい、ということで、で、ちなみに、BE:FIRST として今年活動した中でみたいな話とかもろもろ書いてあるんですけど、ちなみに当たり前だから、竜兵くんがね、まだ人生15年しか生きてないのでって話をしてまして、まあそうだよねっていう、改めてすげえだと思っているけどね。うん、で、シャイニングワンとかギフテッドの話とかもしていて、で、2022年の話とか、それから今後挑戦したいことみたいな話があるんですけど、これがほぼほぼなんていうか、みんなの思っている通りになっているんですよね。で、2022年に関しては、この2021年の段階だと、ビバラロックの話はまだなかったはずなんで、2022年の。2022年、まあ、2022年はどんな年にしていきたいですかって話をしてますので、ジュノン君がたくさんライブをしたいですとか、まあそれぞれみんなで、レオ君がビーファンにしかできない音楽たくさん作りつつ、一つ一つに誇りを持って愛を持って、それを皆さんの元に届けていきたいです。そして来年も愛していただけるチームでありたいです。これもね、実現してますよね。で、いろいろと書いてあって、で、それからBE:FIRSTとしてBE:FIRSTとして今後挑戦したいことを教えてくださいのところで、ジュノン君がメンバーで曲をたくさん作りたいですっていう話、これメインストリームもそうだし、グロリアスもそうだし、コレオから作詞から作曲までメンバーで曲をね作りましたね。で、レオ君の様々なアーティストの方々とのコラボや共作をたくさんしていきたいです。いろんな垣根を越えて素敵な音楽を作っていきたいです。あのコラボとかね、たくさんしましたね。で、垣根はそれこそ、おそらくはこの2021年の段階で思っていたよりも、さらに垣根越えられてる気がしますね。で、ソータ君が BE:FIRST というジャンルを明確にしたいです。そのためにたくさん音楽を作りたいですと。この BE:FIRST というジャンルを明確にするっていうのも、おそらくそのブンブンバックメインストリームの流れで、それできたんじゃないかなって気がしますね。はい。で、マナト君が CM に挑戦してみたいです。あとはやっぱり僕たちが強みにしているクリエイティブを発揮できるような楽曲をパフォーマンスしたいです。どこどこでライブがしたいという気持ちはたくさんあるけど、一番はアポロシアターでパフォーマンスしたいです。世界的なグループになれるように精進しますと。アポロシアターはこれからですがね。うん。で、CM に挑戦もね、カヌレットでね、やりましたし、それ以外にもいろいろやりましたけど。で、クリエイティブを発揮できるような楽曲っていうことで、まあメインストリームグロリアスなんかがそうですね。うん。ということで、シュント君がドームツアーに挑戦したいです。僕がずっと思い描いていた夢だし、自分たちが作り上げた音楽でパフォーマンスを届けたいです。ドームツアーね、ドーム2024年実現しましたね。で、あ、実現しましたね、実現しますね。はい。竜兵君がライブ経験をたくさん積むことです。ステージの上に立つと最高の自分を毎回届けたくなるので、それを実現する実力をつけるために、これからもライブをたくさんして経験を重ねていきたいですと。ライブ経験もね、それこそガンガンやりましたね。こんだけライブやってるグループは日本でもいないんじゃないかぐらいなところ。で、りょうきくんは全員でスカイダイビングがしたいですと。これだけまだちょっとね、実現できてないですね。これも実現できればなんて思ったり。スカイダイビング。でも、りょうきくんはスカイダイビングやりたいけど、7人全員が乗り切ってわけではないんでしたっけ？まあそんな感じのことも思いますけど。はい。ということで、なんかエモいですね。これも改めて今見るとね、エモいですよ。うん。
もちろん全然たくさん書いてあるんで、それもね、概要欄にリンク貼っておきますんで、読んでいただければって思いますけど、まあ、とにかくそういう形で、まあ、本当にいい感じにね、いろんなことが実現できておりますね。はい、というわけでね、ぜひぜひ見てください。で、もう一つね、たまたま見つけたやつで、デルテクノロジーズですね。ゲーミング PC といいますか、まあ、これもさっきの CM の話にもなるけど、ソータくんとリュウヘイくんとシュントくんでやってるエイリアンウェアの、パソコンのやつありますけど、これのクリスマスキャンペーンで、BE:FIRST ロゴ入りの限定ベアを15名様プレゼントって書いてあって、うん。限定ベアって最初ね、ちょっと頭ぼーっとしてて、ベアってなんだっけって思ったら、クマちゃんでしたね。クマちゃんでした。もう BE:FIRST といえばもうクマちゃんですから、うん。デルコンポーザー JP、まあちょっとそれもリンク貼っておきますんで、そちらの方をフォローして、この投稿をリポストして、で、引用リポストでクリスマスに欲しいデル PC を答えると、当然率アップみたいな感じで書いてありまして、で、限定ベア、限定クマちゃんもね、載ってますけども、はい、そちらの方があります。あ、それでツリーの方にね、クリスマスフォロー&リポストキャンペーンの応募要項は、こちらご覧くださいみたいな感じでもあるんで、こちらも貼っておきます。クマちゃん欲しい方はぜひ行ってみてはいかがでしょうかという感じです。はい、というわけでね、マーデルに引き続いてレポ直での BE:FIRST のショーがありましてね、スマイルアゲインとメインストリームありました。まあ、なんていうか結構ね、ストリーミングとか MV 再生強火で頑張っていた時期っていうのも長く、そう、まあやはりそれが功を奏してこの通り結果にもなっているので、まあなんやかんやでね、いろいろと自分もね、いろいろとまあそれなりに何かしら言われながらも自分の進むべき道をやってきてよかったなと思ってます。まあ別に、やり方なんかそれぞれ自由なんでね、私のやり方違うっていう人もいるかもしれないけど、そこはまあ推し活としてそれぞれのやり方をやっていけば、なんかそういう犯罪とか変なことやらなければいいのかなって気がしております。はい、そんな感じです。はい、では私はいろんな動画を撮ってますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。では失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。